イスマー・イール・サーマーニー病、イスマー・イール・サーマーニー病とは、ウズベキスタン・ブハラにある中央アジア最古のイスラーム建築である。ここに、旧世紀末に中央アジアに成立したサーマーン長の王族が眠っている。サーマーン長の名君イスマー・イール・サーマーニーの名前が付けられているが、名前が示す通り、イスマー・イールの病であるかは不明である。 13世紀のモンゴル帝国の襲来の際に病は砂の中に渦漏れており、モンゴル軍による破壊を免れた。1926年に考古学者のビアトキンによって発掘される。イスマー・イール・サーマー・ニー病が建設されたのは892年から943年である。建築に費やされた時間は約50年。イスマー・イールが 父のために建立したと伝えられている。千年以上の年月を経ても、なお、病の土台部分はしっかりと残っており、修復作業も完了している。イスマー・イール・サーマー・ニー・病は、中央アジアにおける最古のイスラーム建築であり、サーマー・ニー・朝以降の中央アジアにおける建築に大きな影響を残した。古代以来のレンガ建築で建設されているものの、 サーマーン病以前のイスラーム建築のいずれよりも高層になっている。一辺10メートルの正方形の箱の上に内径8メートルのドームが乗せられた形状になっている。病の四隅には太い円柱が置かれ、箱の部分とドームは8のアーチと16本の穴で支えられている。病には複数の入り口が設けられているが、どれが正面入り口かは判明していない。 壁の材質にはレンガのみが使用され、レンガの凹凸のみを使用して複雑な陰影を表現している。レンガは一辺20から25センチメートルの正、方形、厚さは3から5センチメートルの形状をしており、レンガに施された装飾はイスラーム海以前の中央アジアの建築に見られる特徴が残る。秒は外観と内装両方の美しさを評価されて宝石箱にも、 例えられており、月の光に照らしてみた姿が、最も美しいと言われている。パキスタン建国の父である、ムハンマド・アリー・ジンナーの病である、マザーレ・カイドは、サーマン病をモデルに建設されている。ありがとうございます。